はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、上村健一です。今回も今日もですね、上村健一の健一不動産 TV ということで、ラジオみたいなチャンネルなんですけども、やっていこうかなというふうに思います。でね、今日ちょっと何の話しようかなというふうに思ったんですけども、今日はね、賃貸物件、マンションの、お部屋を借りるときに、入居者さんの、層、質というんですかね、入居者層っていうのが、いいマンションと悪いマンションっていうのがあるんです。はい、入居者の、層ですね。オーナーさんはね、入居者層、質と言ったり、いうふうにすることもあるんですけど、その入居者さんの層、質っていうのが、いいマンション、悪いマンションっていうものがあるんですけど、実際に、その、どういう物件がこういいのか、逆にどういう物件は入居者の層が悪いのかっていうことについて、ちょっと簡単にご説明をさせていただこうかなっていうふうに思ってます。で、入居者さんの層を、分ける、その要素っていうのは、何かなっていうのをね、ちょっとこう考えてみたんですよ。で、考えてみたというか、その結果一応ね、2つかなっていうふうに思います。他にもちょっといろいろあるかもしれないんですけど、今ちょっと僕が、これね、朝撮ってるんですけど、朝、今8時ぐらいなんですけどね、なんだろうって思いながらこう考えた結果、ざっくり2つかなというふうに思ってまして、まずちょっとその1つ目は何なのかっていうと、入居者さんの層がいいマンションの特徴として、まずは、あれなんだったかな。なんだったかな。入居審査っていうのがマンションには入るときにやるんですけど、その入居審査っていうのが厳しい物件もあれば、全然ね、ゆるゆるの物件っていうのもあるんですよ。はい。なので、入居者の層を決める一つ目の要素としては、まずはその物件の入居審査の厳しさっていうのがまずは挙げられます。で、入居審査の厳しさっていうのも、もちろんいろんな厳しさがあって、審判系、過去にカードを飛ばしたことがないかどうかとか、そういう審判系の審査があるところもあれば、入居者さん、の勤務状況であったりとか、勤続年収だったりとか、あと連帯保証人さんにちゃんと身内の方がついてくれる方なのかどうかとか、身内の方が連帯保証人につきませんっていうような方だと、別にそれが悪いっていうわけではないんですけど、オーナーさん、管理会社としては、身内の人で連帯保証人になってくれないっていうことは、ちょっと家族内で問題があるんじゃないかなっていうふうに読まれるんですね。で、家族内に問題のある方、ある家庭っていうふうなのは、家賃滞納が起きた時に保証人さんに言っても、本人さんに言っても、ちゃんと対応してもらえないっていうような印象がついてしまったりするんですよね。なのでそういったことを、いろんな要素を絡めながら入居審査っていうのを行っていくんですけども、この入居審査が割とね、いや、そこまで言いますかみたいな感じのことを、言ってくるようなオーナーさん、管理会社、入居審査の厳しいところもあるんですけど、そういうね、入居審査が割と厳しい物件のところの方が入居者さんの質っていうのは、当然良くなっていきますね。あと必要書類をたくさん出してくださいっていうふうに言われたりもするんですよ。例えば本人さんだったら、住民票、源泉徴収票、顔写真、身分証明書とかっていうのが一般的なオーソドックスな必要書類なんですけど、連帯保証人さんの必要書類っていうと、基本的には印鑑証明だけでいいですというふうに言うところが、多いです。ほとんどです。なんですけど、入居審査、が厳しいところっていうのは、連帯保証人さんにも収入証明書だったりとか、免許証、保険証の、表裏のカラーコピーを求めたりとか、するんですね。で、ここで嫌な方はね、連帯保証人さんとかでも、いや、なんで連帯保証人さんで、連帯保証人でその収入証明とか身分証明書出さなあかんねんと、もうそんな物件、そこまで言われるような物件はもう侵害やと、そんな物件はやめるみたいな感じのことをおっしゃる方もいるんですよね。で、逆に管理会社としては、もうそこでスクリーニングしてるんですよ。そういうふうにちょっとややこしいっていうのは分かってるけど、そういうことを言ったとしてもちゃんと対応してくれるのか、しょうがない、そうだよね、言われるんだったらしょうがないよねっていうふうに言って対応してくれる方なのかどうかっていうのは、正直ね、そういうところでもスクリーニングしてたり、選別してたりするんですよ。だから、入居審査は厳しいわ、必要書類たくさん出してくれっていうふうに言われると、入居するときには、あんまりいい印象って与えないんですよ。審査厳しいし、審査通ったと思ったら書類いっぱい出せって言われるし、なんじゃこの管理会社みたいな感じで思われる方もいるんですけど、それをクリアしてる方っていう、我慢もしてるところもあるんですけど、っていう点で、おおらかな、そのことはもう了承できるという方が多かったりするので、割とおおらかな方が多かったりするんですよね。で、逆に、いや、そんなもんやめちゃえ、みたいな。もう入居審査でやいやい言われて書類たくさん出してくれ、なんかそんなところ進めるかいみたいな感じの方とかは、やっぱそこでもうやめていってしまうんですよね、その物件を。だからそういう意味で入居審査が厳しい物件っていうのは、割と入居者さんの層というか、っていうのはよくはなっていう傾向にはあります。で、あとは、エリアですね。ちょっといろんな要素がこれもね、あるんですけど、今日ちょっともう3分、4分ぐらいで短くまとめようと思ったんですけど、全然まとまってないですね。このままちょっと行きましょう。あと2、3分で終わります。まず1つ目っていうのは、入居者さん、入居審査が厳しいかどうかっていうのがまず違いですね。あともう1つっていうのは、エリアですね。住もうとしてるエリアっていうのが、当たり前かもしれないんですけど、一般的に治安がいいというふうに言われてる場所なのか、世間的に一般的にちょっと柄悪いよねっていう風に言われてるエリアなのかによって入居者さんの層はもちろんやっぱ変わります。エリアがいい場所なのか悪い場所なのかによって入居者さんの層が変わるってなんでなのっていう風に思われるかもしれないんですけど、これね、オーナーさんの入居審査がやっぱりさっきの話と絡まってくるんですけど、関係があって、治安環境が良しとされてる場所っていうのはオーナーさんも分かってるんで、入居審査多少厳しくしてもこの場所だから住みたいですっていうふうに言う人が出てきてくれるんですよ。逆に柄がちょっとあまり良くないですよね、悪いですよねっていうふうに言ってる場所っていうのはやっぱりね、なかなか人が集まってくれにくいんですよね。だから人が集まってくれにくい、入居申し込みっていうのが少ないエリアなので、入居審査を緩くしないとその入居者さんをちゃんと集め満室にできないんですよ。だから柄が悪いですっていうふうに言われてるエリアっていうのは入居審査をちょっと審査基準を低くせざるを得ないんですよね。低くすることによって他のエリアで審査が落ちた方とかでも、こっちのエリアだったら入居審査が緩いエリアだから審査通りますよっていうのを一つの売りにしてたりもするんですよ。だからこれがちょっとエリアによる入居者さんの層の違いっていうところにも表れてきたりはします。というわけでもう8分ぐらい経ちましたね。というわけでもう終わりましょうか。というわけで今日ちょっとまとめていくとですね、入居者さんの層、質のいいマンション、悪いマンションっていうのがあるんですけども、そのいい悪いを決めるっていうのは2つの要素があって、まず1つ目っていうのが入居審査の厳しさ、どれぐらい厳しい審査を行っているかどうかによって、まずは入居者さんの層がいい悪いというのはちょっと決まっています。で2つ目っていうのがエリアですね。いい場所、悪い場所。いい悪いってね、その主観的なところもあるんで、あまり一概には言えないんですけど、ちょっと一般的に、いい場所、悪い場所っていうふうに言われてるところがあるとすれば、いい場所っていうのは入居審査を厳しくしても入居率っていうのは上がるんですけど、柄がちょっと悪いですよねっていうふうに言われてるエリアっていうのは、入居審査の基準を下げないと入居率っていうのも下がってしまうので、必然的にもうしょうがなく入居審査を落とすと、仕事をしてなくても OK にしますとか、保証人いなくても OK です、仕事してなくても貯金、日銭払ってくれたらいいですというような感じにしたりとかもするので、そういうところでちょっと入居審査の厳しさと、エリアによって入居者の層というのがちょっと変わってくると思ってください。というわけで、今日はちょっとこの辺にしようかなというふうに思いますんで、こんな感じで不動産に関することをやってますんで、発信してますんで、参考になったなという方は、高評価、グッドボタンと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またね、バイバイ。